エルザレとゲームチャンネルへようこそ。今回はどこを狙って攻撃したらわからないときは置き打ちと決め打ちを使おうとなります。後衛武器を使っていると攻めと守りの時に敵がうまく発見できないっていうことはありますよね。こうなってくるとどこを狙って攻撃するべきか混乱するのかなと思います。ですがこの迷っている時間にも敵は攻めてくる可能性は十分ありえますので、しっかりと対処をして時間やキルを稼ぎたいところです。ということで今回はどこを狙って攻撃したらわからない時の攻撃場所の考え方を次の順で紹介していきたいと思います。今後も更新をしていきますので、動画を見てチャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価をぜひお願いします。それでは早速やっていきたいと思います。狙い場所がわからないという時は、実は置き打ちと決め打ちっていうのを使って攻撃するようにしてます。これはシューティングゲームに慣れてない人はわからないかなと思いますが、まあ、シューティングゲームで使われる用語になりますね。で、この置き打ちと決め打ちっていうのが実は似たような表現、まあ、似たような行動になるので表現が同じになりやすいっていうのがあるんですが、実は細かく使い方を見ていくと違う攻撃方法となります。で、わからないっていう方もいると思いますので簡単に説明をしたいと思います。まず置き打ちについてですが、あらかじめ敵が出そうな壁裏などにエイムを置いて出た瞬間を撃つということになります。まあ、後衛と壁を挟んでお互いに打ち合うことがあるのかなと思いますが、顔を出す場所にエイムを合わせて撃つあれですね。敵に反撃の隙を与えずに倒すことが可能となる攻撃方法となります。これチャージャーとかが使うとめちゃくちゃ強いですよね。続いては決め打ちですが、敵の位置を予測して撃つこととなります。敵が壁裏にいそうだなとか、後衛ポジションだから攻撃しておこうという予想で攻撃をする方法となります。人によってはクリアリング的な意味合いになる時があるかもしれないですね。で、これはうまくいけば相手に気づかれる前、攻撃される前に倒せる方法となります。この2つに関してはなぜ似てるかというところなんですが、敵が来るであろう場所に対しての攻撃方法となっており、待ち構える側としては有効な方法となるため似たような表現方法となってます。ではなぜこの攻撃方法がどこを狙ったらわからない時に大事な方法となるのかというと、抑え込みの役割というところで有効活用ができるからです。まず敵や狙う場所がわからない場合っていうのは、そもそもいなかったり抑え込んでる可能性っていうのがあるんですよね。もちろん抑え込まれて潜伏されているっていうこともありえますが、今回は攻めてる前提で話をしていきたいと思います。この攻めている時というのは、とにかく相手に隙を与えないことが重要となります。押し込んでしまえばスプラとしてはかなり有利ですからね。で、こういう時というのは相手は見つからないように行動するため、壁裏から攻撃してきたり通路を変えたりということをしていきます。で、こういう時というのはトラストなどの強者が使える長射程は敵がいそうな場所に攻撃をするだけで有利に試合が進めれます。目には見えないんだけど、あ、ここら辺いるなっていう感じですね。で、こういう時に視認ができて攻撃ができれば効果的に抑え込めるっていうことはできるんですが、敵もただではやられないので隠れながら攻めてきますよね。この隠れながら攻めてくる相手に対しては見えない状況となるため、置き打ちや決め打ちが有効になるというわけです。押し込まれてる時に考えてみるといいのかなと思いますが、バレてないはずなのに攻撃が自分のところに来たらどうでしょうか。ダメージももらえますし、避けたとしても攻撃を受けて場所がバレてしまいますよね。こうなると敵から攻撃された時かなり厄介ですよね。で、このように自分が攻撃をした時は何も感じない可能性はありますが、相手からすると鬱陶しい攻撃となるわけです。だからこそ置き打ちと決め打ちは重要な攻撃手段となるわけですね。当たった感触はないんだけど何かしらの影響あるというわけです。それでは置き打ちと決め打ちの使いどころについて紹介をしていきたいと思います。まず置き打ちの使いどころですが、
基本的にはお互いに視認してて壁などの障害物を挟んだ対面で有効となります。この置き打ちのいいところはただタイミングを見て攻撃するだけなんですよね。エイムさえしっかり合わせていればダメージが与えれます。場合によっては一角も取れるので有利の継続も可能となります。特に有効になるのが壁裏に隠れて攻撃してくるチャージャーやスピナーといった中長射程の武器になります。こういった武器はキル速も速いため壁を多用して攻撃を通してきます。この隙間を狙って置き打ちで決めるわけですね。ただこの置き打ちでも注意することはあります。それは相手も置き打ちを狙ってくるということです。この置き打ちを使用している場面ですが、基本的にはお互いに壁を挟んだ状態となっています。そのため顔を出させるためにわざとこちらも顔を出したり、曲者を上から刺して動かしたりと駆け引きが必要となります。予測打ちのように感じますが、実は相手との駆け引きが大事な攻撃方法なんですよね。なので攻撃をした後を狙ったり、味方の前衛を狙ったりと隙を見つけて狙うようにしましょう。トラストはキル速が遅いこともあり、チャージャーやスピナーと相打ちになってしまいますからね。気をつけることが大事です。続いては決め打ちについてです。これは決まったポジションに敵がいることを予測して打つ方法となります。そのため敵が復帰した時にどこを通って移動するかを予測していれば、予測して足止めやキルを狙うということが可能となります。この決め打ちのいいところは先制攻撃としてダメージを稼げるという点です。これに成功した場合、敵は死角からいきなり攻撃をされるので行動がしづらくなるんですよね。この決め打ちが有効なのは敵が復帰してからの移動している時です。皆さんは復帰した時、中央に進むためのルートがいくつかありますよね。そのルートに対して攻撃をする方法として向いています。またこれは移動だけでなく、障害物裏や壁裏といった敵が潜伏してそうなポイントへの攻撃としても優れています。弓を使っているとなんとなく壁裏などに攻撃すると思いますが、実はこれは決め打ちです。ただ適当に撃っていると相手が脅威ではないので、足場の状況などを見て攻撃をするようにしてみましょう。狙うポイントとしては壁周りが敵インクだったり、敵がいそうだから撃っておくとか、そういう感じで大丈夫です。最初はこれでいいですね。これで当てれるようになってくれば対面経験値が上がっていくので、より当てれる確率というのは上がってきますね。とりあえず経験値が大事な打ち方となります。で、大事なのは経験値を貯めるといっても適当に打って打つというのもあまり良くないので、自分の意思でしっかり打って覚えるっていうのが大事になります。決め打ちと置き打ちについて話をしてきましたが、後衛の攻撃は単純に当てれる瞬間エイムも必要ですが、読みというのも大事になってきます。どこから顔を出して攻撃してくるのか、どのルートを通って攻めてくるのか、攻撃のタイミングはなど様々です。最初の頃は単純な打ち合いで勝てるようになってきますが、自分が上手くなるにつれ相手も逃げるのが上手になります。逃げるのが上手いということは潜伏のレベルも上がってきます。こういった相手を倒そうとすると、直後のエイムだけでなく予測打ちで相手をしっかりさばくことも大事になります。見えない敵を攻撃してしっかりダメージを稼げることが重要となってきますので、意識して決め打ちと置き打ちを狙うようにしていきましょう。はい、ということで今回ここまでとなります。どこを狙って攻撃したらわからないときは置き打ちと決め打ちを使おうはいかがでしたでしょうか。後衛を使っていると直当てではどうしてもキルが取れないシーンっていうのは出てきますね。そうならないように決め打ちや置き打ちで相手をしっかり抑え込んでいきましょう。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネルを応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。